吉田さん、おはようございます。なんだ、年収1億超えですか。すごいですね。確かに3億、5億、10億っていうともうちょっと全然未踏というかね、想像もつかないですね。一つの商品が1000万でもう100人に売るってことでしょ。いやだからね、1億円っていうと100万円を100人にですからね、これはいかないでもないかなとは思いますけども、でもまあちょっとね、段階があるでしょうね。まあでも私が思うにね、何々さんだからできたんでしょって言葉をまあ本当に100歩譲って使うなら、女性がやると有利だなと思いますね。同じ情報発信をするにしても、私みたいな人間がやるのよりも可愛らしい女性がねやるとアクセスがすごく集まるんですよ。レクサスの動画とかね、セルシオの動画見るんですけども、まあ、男性っていうかね、私みたいな年代の男性が発信してる例は多いんですけども、20代の女性とかがね発信してる例は少ないんですよ。だからなんかその20代ぐらいの女性がセルショやレクサスとか高級車マジェスタとかでね情報発信してると、もう圧倒的に再生数は伸びますよね。だから男女比率があれだからでしょうね。で、男性視点っていうと大体似てくるんですよ。似てくるんで共感を得るんですけども、女性がその同じようなね、男性がすごくこの車いいよねっていうところに共感してもらってもすごく嬉しいからファンになっちゃうし、そうじゃない意見が出ても、あ、独特な視点だよねって形でどっちにしても好意的に見られるんですよね。男性の場合はどうですかね、張り合っちゃうんですよね。なんかいい意見が出てもそのぐらいみんな思ってるよみたいなねこういうところがありますんで、やっぱり女性が有利なマーケットっていうのはあると思うんですよ。それがインターネットの世界、ほとんど女性がもうシェアを取っていくんじゃないかなと思いますけども、残念ながら女性が発信している例は相対的に少ないかなと思うんですよ。だから女性であるだけで情報発信する有利さっていうのは今でも変わらないと思うんですよね。でも残念ながらやる例は少ないんですよ。まあね、なんかまた男女差別かなんかなんとかの一つ覚えみたいに言われちゃうかもしれませんけども、基本的に女性は男性に守られている部分があるんで、まあ、無理して戦わなくてもね、やっていけちゃってるところがあると思うんですよね。だそういうところで女性がいまいち前に出れないっていうところがあるのかなと思いますよね。これは必ずしも私の、ね、考えではないんですけども、確かに女性の社会進出がなんかね、もてはやされて男女雇用機会均等法っていうのができたんですけども、じゃあ実際に40代の管理職の方で女性の方どのぐらいいるかっていうこととかね、じゃあ50代はどうかってことを考えたらなかなかいないんですよね。それは結婚や出産があるからっていうふうにまた言いますけども、いや結婚も出産もしてない人が増えてるのに、じゃあ相対的にね、結婚率が下がって子育て率が下がって家庭を持つ率が下がって、そして結果的に女性の社会進出が増えたかっていうと、いや増えてないんですよね、これがね。だから結局女性が全体でどうこうっていうよりも、一人一人が責任職に就くこととか出世することを全体的には望んでないんだろうなというふうにこの数字からは見えるんですよ。でプラス個人事業主として、もしくはまあフリーランスとしてね、女性がインターネットの世界に出ていくかどうかっていうと、これもまあね、現実ですよ。現実割とお色気のサイトには女性がいっぱい出るんですよ。どういうことやと思いますけどね。でなんか私がすごく不思議なのはね、そのちょっと私の趣味思考で申し訳ないんですけども、その女の子ってそのブルマを嫌がってるわけなんですよ。ブルマ履いてちょっと恥ずかしいじゃないですかね、女性からすると。でブルマっていう制度はなくなったんですけども、なぜかインターネットの世界ではね、女性が危機として喜んで自分から自らブルマ履いてアクセス集めてる例があるんですよ。なんだよこれはと思いますよねだから結局女性ってものを武器にしてしたたかにやる人と、ビジネスになんかね自分をさらけ出すよりもまた別のところでね自分の本領を発揮してる人といるんではないかなと思いますけども、まあ、人生様々だなと思います。ただ吉谷さんのね言われた例みたいに、別にブルマを履かなくてもちゃんとビジネス一本で、売上結果をね成り立たせてる人がいるってことは、2匹目の土壌ですか、3匹目の土壌か、そういうところにどんどん人は入っていってもいいんじゃないかな、女性は入っていってもいいんじゃないかなと思います。そうすると本当に自分のセンスだけで勝負できると思うんだよね。ただここで問題が起きるのは、自分のビジネスセンスだけで勝負するのに自信がないから行かないっていうね、
そういう前提もあっちゃったりするんですよ。男性にも言えますけどね、これ男女ともにですよ。だから何々さんだからできたんでしょうとか、どのぐらいやったらどのぐらい結果が出ますかみたいなトンチンカンなこと聞くんですよ。あの正比例じゃないですからね、インターネットの世界っていうのは二次曲線ですから、もうものすごい量をやってもちょっとしか結果が出ないっていう時期は長いんですよ。その蓄積がずっとあって、どこでブレイクするか分かんないけども、ちょっとしかやってないのにグッといくっていう時期があるんですよね。これ二次曲線、二次関数ですから、こういうね。だからそれを、二次関数ってものをきちんと理解して取り組めれば、うん、今はいつか花咲く時はあるって思えるんじゃないかなと思いますと、あとね、あのコツコツやって時間がかかってもいいから成功するみたいな概念は、ある程度の年齢を超えたらね、捨てなければなりませんよね。人生には寿命があるんで。で、私は40で始めましたけども、40代の中で、40から50歳になるまでに財を築いて隠居するっていう、これはねイメージありましたね。で、それができなければね、50代もこれやんのかって話じゃないですか。十数年ネットビジネスをやってきて、それでじゃあ今度はいつまでにね、そういった安定した生活手に入れるのかって話になっちゃいます。当然ですね、もう恋愛も結婚もそう無理ですよね。40過ぎた男性が金を持ってない、暇がない、どうやって結婚するんですかって、どうやって恋愛するんですかって話になっちゃいますからね。で、私は少なくともね、結婚否定派であったわけですし、恋愛はまあ暇な時にするもんだと思いましたけどね。やっぱり本気で恋愛してみるとすごく楽しいし、そこからね癒しやね、喜びを得れるもんなんですよ。よくね、女性に足引っ張られる男性の人生もありますけども、いや私はね女性と関わってきてすごく救われましたよね。なんていうのかな、女の子のね優しい笑顔を見るだけでね、なんかいいなと思っちゃいますね。それは今でも変わらないんですよ。まあただそういうなんかね、ちょっとね、プレイボーイ的な要素が私にありますんで、大いにそれを自覚して、他の女性とは全く合わないし関わりを持たないようにしてますけどね。はい、じゃあ話は私のところに帰ってきて、今回の動画も終わりになりますけども、何の学びもないような動画でしたね。まあ、ただ本当に、おめでとうございます。今吉谷さんから裏メルマが届きました。メルマガに裏なんてあるんですかね、すごいですねすごい、48時間限定スタート、なるほどね、裏メルマがありがとうございます。登録したの忘れてました。いってらっしゃい。